皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。プロジェクトゾンボイド、実況始めます。ひたすら虚無を喰らい続けた前回。もう虚無はゴリゴリだお。しかし残念まだまだ続きます。これが現実。レベリングは修羅の道なのよね。まあ安全な拠点の中ならひたすら単純作業なだけなんですけどね。それでは今回もサバイバル生活頑張っていきましょい。68日目のご主人様、屋上菜園では実りの秋を迎えたのよ。今日はおじゃがとブロッコリーが豊作やな。これで出番がひたすらバックブローしてるだけってのは避けられた。ありがとうベジタボー、フォーエバーベジタボー。まああとは1日バックブローするだけなんですけどね。ご主人様は保守能力がレベル4になった。でレベル5は1500も経験値必要なの？さらに倍。覚悟はしてたけどこりゃきっつい。何がきっついってマジにバックブローで1日が終わっちまうから。反復作業のお出ましに中の人が寝落ちしそうできっつい。そして出番がないのがきっつい。69日目私、今日も京都でお隣倉庫の整理整頓。今は床にぶちまけた物をピックアップして、用途別に分類して壁際のコンテナに再度ぶち込むだけの簡単なお仕事。まあこれも虚無です。退屈の虫が騒ぎ出すので時折外に出てはお客様をぶちのめしてうさを晴らし、再び虚無に戻ります。一列物の整理が終わればコンテナの解体その繰り返し、全ての物を整理するまで虚無は終わりません。今日も定時までひたすら虚無です。つらい。70日目のご主人様、今日の虚無は一味違うぜ。ご主人様な、ちょっと考えたの。殴る蹴るの暴行を加えるドアが増えれば経験値も増えんじゃね。だからな、今日からはドア2枚の豪華仕様で行こうと思うの。できた。こんな感じな。うんうん、ちゃんとドア2枚ともバックブローできてんな。ええやん。ご主人様の現在の経験値は63。レベル5までまだ1割にも届いてねえのよ。このダブルドア虚無でどんくらい稼げるのか確かめてみるのよ。定時になったら即終了。残業は拒否な。さて経験値はいかほどかな。334。増えたのは270ぼっち。丸太切ったりドア作ったりでちょっと使用時間が遅くなっちまったけど、それ考えてもあんまり増えてねえのな。まあ保守の経験値は確率でしか入んないから、ダブルドアに意味があるのか正直わかんね。他にアイデアもねえからこのまま続けるしかないのよ。今日も実に虚無な一日だったのよ。71日目は私。今日も倉庫整理で一日が終わりましたが何か。72日目のご主人様、いやわかんだろ今日もこれなのよ根気帳。今日で経験値は650。まだ半分もいかねえのな。つらい。73日目は私。ついに倉庫整理が完了しました。あれだけ積み上げられていたコンテナもきれいさっぱり。中の物は全て分類してこちらのコンテナにぶち込みました。ゆったり広々な倉庫スペースを見て私実に満足。合計して5分の取れ高にもなりませんでしたが別に悔しくありません。泣いてません。これで明日から次の段階に進むことができます。つまり今日の取れ高はこのわずか30秒。つらい。74日目のご主人様、今日はな、大ニュースがあるの。いちごさんがな、ついに収穫できたんや。虚無が続く憂鬱な日々にそよぐ爽やかな秋風のようないちごさん、サンクスな。ありがとういちごさん、フォーエバーいちごさん。まあその後は結局1日虚無だったんですけどね。今日で経験値は990、レベル5まであと2日ってとこやな。つまりあと2日は虚無が続くってことですね。そうですか。75日目は私、今日は久々に虚無から解放。実にいいですね。コンテナを整理したこちらのお隣倉庫、今後は安心安全な車の整備場として使用します。その安心安全な環境を作るのが本日のお仕事ですね。コンテナを解体しまくったおかげで板材は大量に転がっています。まあ足りなくなることはないでしょう。倉庫にはいくつかのドアと窓があり、放置すればそこからお客様が書き込み仕掛けてきます。一つ一つ塞いでいきましょう。まずドアの外には安心と信頼のコンポスター。これを置いておくだけでお客様は寄りつきません。いわば丸ドローの行部正隆鬼は。いやなんかその二つ目は不安ですね。これでこちら側のドアは封印完了です。反対側、倉庫裏口のドアも同様にコンポスターで封鎖します。OK、次は窓の封鎖に取り掛かりましょう。
窓については内側に本棚を設置します。これでお客様が窓からこんにちはすることもなくなります。なぜか窓越しに破壊されることはないそうなんですよね。まあコンポスターでもいいんですが、本棚で塞ぐ方がバリケード感があって雰囲気出るじゃないですか。反対側の2つの窓も同様に本棚で塞ぎましょう。これで倉庫3面の封鎖が完了です。倉庫正面には2つのゲートと1つのドア、ドアについてはコンポスター、シャッター1つについてもコンポスターを並べて封鎖。板材は倉庫の中にいくらでもあるので楽ですね。これで残るシャッター1つを封鎖すれば完了です。ただ残るシャッターは車の出入りに使用します。そうなるとコンポスターを使うわけにもいかないんですよね。コンポスターは設置した時点ではお客様を寄せ付けぬ最強のクレーム対応担当ではありますが、一度でも動かしてしまうとその申請を失い、無抵抗にカスハラを受け続けるだけの限界社員となってしまいます。ですので車の出入りの度に移動が必要な場所の封鎖には向きません。そうなるとやはりテレビの出番ですよ奥さん。テレビについては移動しようがお客様クレームに対し常に鉄壁の守りを誇ります。出入り口部分についてはこちらを採用ということで、近くの住宅地にテレビを回収に来ました。この住宅地に来るのも久々なので、やはりお客様多数が戻ってきているようですね。必要なテレビは3台、慎重に処しつつ回収していきましょう。いや予想以上にお客様が多く時間がかかってしまいました。なんとか3台のテレビを回収。では早速レベリング用の車を倉庫に入れてしまいましょう。まずはこの大型車。今までスカベンジなどよく働いてくれた車ですが、あちこちぶつけたせいで車体はもうボロボロ。代わりの大型車も手に入れましたし、ここらで引退していただきましょう。OK。次は住宅街で鍵を見つけたこちらの車ですね。OK。そして最初に鍵を見つけたこちらの普通車。以前ガソリンを満タンにしておいたのですが、燃料タンクの状態が極めて悪く、放置している間に全て漏れ出してしまったようです。蛍光管で補充して倉庫に搬入。いや焦ってこの車を最初の1台にしていたら危ないところでした。OK。 最後はこちらの大型車。バッテリー切れで普段の車が使えなかった時の台車として使用した1台です。普段使っている大型車よりトランク容量は大きく便利ではありましたが、あまり状態が良くないのでこちらもレベリングに使ってしまいましょう。OK。 これでようやく準備が整いました。明日からは車両整備のレベリングを始められます。男の隠れ家って佇まいなのよ。まあ確かに隠れ家ではありますね。主にお客様に対して車両整備の腕が上がれば好きな車を回収して修理していい状態で愛車にできますしね。実にやりがいがあります。そしたらご主人様の車の修理も頼む。最近ちょっと調子悪くてな。まさかそのためにローズウッドまで来いとか言いやがりませんよね。ご主人様は今後も部の道を突き進むのよ。要は虚無が続くんですね。わかります。言うな。まあ私もこれからレベリングなんで似たり寄ったりなんですけどね。まだまだ虚無が終わりを見せないのよ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。